にさ、ここに隠れたらさ、もう見つかんないと思うんだよね。絶対。もうね、誰も見つけられないと思う、この場所。どうも皆さん、サバです。ということで、今回もスプラトゥーンやっていきましょう。今回はね、スプラトゥーンクルーのバージョン1のルールでやっていこうかなと思います。スペシャルなし、ビーコンなしは、ただ塗るだけの、塗りで勝負する隠れ場やっていこうかなと思います。いや、ほんと最近、あのね、皆さん、動画投稿してなくて、すいませんでしたー。これ、サバさん史上初、1週間以上動画投稿してない期間が空いてしまいました。何してたかっていうと、バロランとご飯食べ、あと寝てました。あはは最悪ー。ゲーム実況者失格だよね。スプラトゥーン3も出ますから、ね、マジでね、最近ね、ガチマッチやったらめちゃめちゃ下手くそになってて、やばかった。あのね、もうやばい。あのね、怒られるんじゃないかと思って。リオラさんとか、ハンジオさんとかに、全然知り合いじゃないですけどね。隠れる気ないでしょ、君たち。煽るだけ煽り上がってさ、絶対にボコボコにしたら覚えてる。あと47秒後、ゲーム開始だからね、覚えてろよ、マジで。始まりやー。ここいそうだね。今回ね、塗るだけの勝負ということで、銀モデラー持ってきました。銀モデラーね、塗り最強って言われてますからね。まあ、僕が決めてることなんだけど、まあ、サバさん的に一番ね、塗りがね、いいなと思ってるべき、こちらの、ね、銀モデラー使ってやっていきます。これ、自販機のウィルから、いるかもしれないなと思ったけど、いなかったね。いや、これリスポーン地点はいない感じかな、みたいな感じと。ちょっと一旦ね、いやでもどうなんだろう、割とね、鬼がリスポーン地点にみんないたりするんだよな、最近。なんかサバさんがさ、もう隠れがリスポーン地点にすぐ行くもんだからさ、最近みんなさ、この鬼がリスポーン地点に隠れがちになってきてる気がするんだよね。だからちょっとここら辺もしっかり充電的に塗っていきたい。この車の上も塗りますよーと。いないね。いや、なかなか見つからない。結構自信が塗ってるんだけどさ、インク消費が激しいな、やっぱりちょっと。いつもさ、スプラックレンボバージョン、スペシャルなしかくれんぼの時はさ、若葉シューター持ってきたんだよ。なんでかって、インクタンクが 1.5 倍なんだよね。みんなわかると思うけどさ、インクタンクが 1.5 倍だからさ、めちゃめちゃ撃てるんだよ、インクが。だからちょっとよくね、このルールの時はね、よく若葉シューター持ってきてるんだけど、いないな。いない。いや、でもまあ、ゲームモデラーもなかなかね、まあその分ね、割と、ばらつきも程よくてね、僕は好きなんで。まあ、今回若葉シューター我慢してるんです。銀モデラー使ってやっていきます。この上いそうじゃない？いないか。この角いそうじゃない？いない。やべ、予想をことごとく外していく。結構塗ってるつもりなんだけどさ、いないんですけど、割と塗ってるつもりなんだけどな。なんだろう。やめてもらっていいですかね？いないの。いた！いた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 ！よしよし、おつまみさん。おつまみさん、ハッシュタグ見つけた。で、ここもいるんじゃない？音聞こえるよ。いや、おつまみさんだけ見つけた。やばい。あと二人、あと三人か。あと三人見つけたい。いや、でもあとこれ20秒しか全然時間ない。やば。時間半分見せたな。待て。いやー、これ鬼がリスポーン地点いなかった。いやー、時間使いすぎたー。やばい。いや、でも諦めない。まだ諦めないよ。やばい、これ。隠れがリスポーン地点全然塗ってない。あ、やばい。マジ時間ない。ほんと時間ない。あ、やばい、やばい。あ、お願い、時間止まって。時間止まって。お前、やばい、やらかしたー。見て。右側全然塗りたい。もう、全員ここにいるでしょ、もう絶対。全員ここだよ、もう、いるとしたら。もうそこしかありえません。さあ、ということで、答え合わせ、やっていきましょう。もう反省しかない。やっぱね、一週間くらいスプラトゥーンくらいも、スプラトゥーンやってなかったんですけど、わかんなくなっちゃうね、マップの構成。もう忘れちゃう、マジで。やっていきましょうか。さあ、僕ね、おつまみさんを見つけたんだよね。その後3人見つけられなくて、見て。カモン言うてるよって。にゃんこ。にゃんこ持ちしれ。これあれで、やっぱあれで、隠れ川リスポーン地点の、ガチホコのゴールのね、ホコ台のね、この裏にいたね、これ。うわ、もうマジでさ、やっぱいたわ、ほら。待って。普通のラスクもさ、やっぱ隠れ川リス地にいるやん。何？え？なんか、インターホンなったんだけど。何？いや、宅急便来たんだけど、なんかさ、僕のね、マミーからさ、吉野家の牛丼のなんか、美味しいセットみたいなやつが届きました。感謝ありがとうってことで、普通のラスク、ここにいたね、ここ。普通のラスク。で、あと最後の一人、このエリサデーネを探せ。エリサデーネを探せが、ここだね。リスポーン地点裏リスチ、もう隠れがリシいるやん、みんなもう今回ちょっと、自陣が鬼側リッシュをさ、しっかり見てたんだけど、これやらかしたね。今回ちょっと、隠れ側リッシュを攻めるべきだったわ。で、おつまみさんがここにいたと唯一、おつまみさん一人だけここにおりました。僕が見つけた時はさ、下に隠れてたよね。
セミ種なのかな、皆さんここにおりました。くっそマジ悔しい、マジで悔しい。次隠れればやっていこうかと思いますからね。ではやっていきましょう。さあということで、ハコフグ倉庫2回戦でやっていきましょう。ということでね、隠れ側やっていこうかと思うんだけど、今回ね、リスポーン地点、まだ、みんなね、リスポーン地点隠れてたでしょ。サバーさんもね、もうリスポーン地点隠れ返ししますよ。ここ。ちょ、エリサ手で待って、エリサ手で待ってね。ここね、ここ塗って、ピチョピチョ、ピチョ、あれ、ここがいい、え、ここがいいな、ここがいいな。ピチョピチョ、ピチョ、あ、こっちがいいな。ちょっと待って、優柔不断出ました。ここで、こう。で、登れるのはみんな知ってるっしょ。ここ、で、ここにもう塗りなしで、ここに隠れます。待って。あ、塗りなしって言ってるそばから塗ってったやつがいったぞ。危な。絶対さ、ここに隠れたらさ、もう見つかんないと思うんだよね。絶対。もうね、誰も見つけられないと思う、この場所。ここのさ、黄色いとこ塗られないんだね、これ。当たり判定あるし、なんか塗られない判定なんだね、これ。初めて知った。やばい。なんかさ、確か3年前くらいにさ、この場所に隠れたことあるんだけど、知らなかった。ここ塗れないんだ。そこなんか、多分絶対わかんないよ、これ。もうね、反則だと思ってます。僕、これ完全に。一応見えはするんだよね。お兄さんが見えない&倒せない場所に行ってはダメっていうルールにしてるんだけど、あ、死んじゃいまーす。一応この場所倒せる場所だと思うんだよね。この場所を。だからやっていこうかなと思います。これさ、ワンチャンこれ、この状態でもさ、バレない。人状態でもバレない説あるよ、これ。スプラトゥーン史上初、人状態でもバレない説。ちょっとやっていこうかな、これね。さあ、始まります。レッツスタート。どうなるんでしょうか。お兄さん、あ、シャープマーカー使ってますね、お兄さんね。あ、今、おつまみさん。おつまみさん結構攻めた隠れ方するけど、あ、おつまみさん落ちちゃった。おつまみさん落ちちゃったよ。あ、どうも、どうも、また明日があるよ。ほら、僕はこうやってね、人状態でこうやって隠れてますからね。見つかりませんからね。これ結構自信ありますからね。大丈夫だよ。見つかってもね、サバさんが君の意思を継ぐからね、ね、おつまみの意思を継ぐから。あー、てか待って、これさ、今回お兄さん超丁寧に塗るタイプのお兄さんだ。すっげえ綺麗、めっちゃ綺麗に塗ってるわ。やばいね、この人。これな、もし縄張りバトルだったら重宝されるよ。めっちゃもうみんな大好きでしょ。縄張りバトルでこういう感じ塗ってくれる人大好きでしょ、みんなね。これサバさんも好き、こういう風に塗ってくれる人ありがたい人ですね。あれだね、細かく塗りすぎると時間が足りなくなるってのがやっぱあれだよね、良くないところというか、結構手を抜くとこは手を抜いた方がちゃんとなんかこう倒せないっていう、このなんかこう煩わしい感じがあるんですけど、ちょっとニャンコロ餅、ニャンコロ餅司令が、あ、やばい、あ、みんな落ちてくやん。ニャンコロ餅司令もやられちゃった。おつまみさんみたいに落下ししとる。なしなしなし、あとめちゃ撃てくるよ、めちゃ撃てくるよ、この人たち。撃てくるのやめて、本当にバレちゃうからね。これ、エリサテーネが、あ、エリサテーネあれね、コンテナの上の方に隠れてるね。箱具倉庫狭いマップってのもあるけど、めちゃめちゃ丁寧に塗ってる。ちょっとここ濡れてないけど、全然。これね、結構不安。エリサテーネやばい、エリサテーネやられた。あ、でもこれ22秒。サバさん、大丈夫か、これバレちゃうのか、どうなんだい、バレるのかバレないのか、どっちなんだ。あ、来てる来てる来てる。来てる来てる、やばいやばい。さあ、10秒から始まった。さあ、お兄さん焦ってる。焦ってるよ。え、バレてないね、撃たれてない、撃たれてないってことはバレてないよー。あ、やちょっと、ちょっとずるいけど、バレませんでしたね。けっけっけっけー。ということで、ありがとうございます。いや、もう目もくれなかったね。いや、これ、お兄さんめっちゃ丁寧に塗ってたけどね。どんまいだねー。はい、ということで、今回は、箱具倉庫のね、リスポーン地点で、なんと人状態、スプラトゥーンクラブ初、人状態で隠れんぼしてみたら、奇跡的に見つかりませんでした。うえー、すごい。マジで、これちょっと見つかっちゃうかなと思ったけど、割となんとかなるもんですね。面白かった。はい、ということで、皆さんもね、箱具倉庫で隠れんぼするとき、ちょっとやってみたらいかがでしょうか。ということで、今回のね、動画面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターの方でね、スプラトゥーンクレーム参加者募集してますので、参加したよって方はぜひ僕のツイッターフォローしてチェックしてくれると嬉しいです。ということで、じゃあまた見てください。それでは、バイバイ。